Welcome to ThinkTech Hawaii. こんにちは、ハワイ。A Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue. And joining me today in the studio is Mr. Norio Okada, wrestling coach, who was the first Japanese coach trained overseas athlete to send it to Seoul Olympics. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech ハワイが日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は、日本人として初めて海外でオリンピック競技者養成、この場合、レスリングのオリンピック競技ですが、に従事し、ソウルオリンピックに教え子たちを送った岡田則夫元監督にスタジオに来ていただいています。岡田さんは今はハワイにお住まいで、天理教の、代表ですかね。いやいや天理教でいらっしゃる文化センターに、はい、いらっしゃる方です。岡田さん、今日はありがとうございました。いやいや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、なんかとってもこうファーストが多いっていうふうに先ほどちょっと、番組の前で教えていただいたんですけど、日本人で初めて海外のその競技者を養成した。レスリングでということなんですね。そうですね、はい、オリンピック選手っていうのは、はい、なかなか できないですからね。そうですよね、うん、でそれも南米のコロンビア、はいはい、でそれはその当時っていうのは結構レスリングはコロンビアで盛んだったんですか。いや、そうでもないですね。そうでもない、うん、はい、でも少しずつは始まっていた、はい、自分の恩師が、はい、その前に、はい、花原勉先生なんですけど、はい、花原勉先生、はいはい、東京オリンピックのゴールドメダリスト、うん、なるほど、その方が恩師で1年間行っておられて、はい、もうすでにコロンビアに行っていらっしゃった、はい、で帰ってこられて、はい、その先生はミュンヘンオリンピックの総監督で、なるほど、はいはい、で私はまたミュンヘンオリンピック行きたかったんですけど、はい、残念ながら、はい、日本国内で負けないんですけど3位に終わったんですね、はい、あ、3位じゃいけなかったんですか。いけないです。あ、なるほど、1人ですからね、階級。あ、じゃあそのレスリングで岡田さんはそのミュンヘンにも行こうと、はい、どんどん行こうとしたと。そうですね、で1972年、はい、72年、はい、でその前からずっとレスリングをやってらっしゃったんですね。いえいえ、私は高校の頃ボクシング、はい、普通ですね、はい、で、はい、いろんなスポーツ やってまして、はい、真剣にはいろんなことやってないんです。大学に入って、はい、日本体育大学に入って、はい、レスリングをやる。なるほど、じゃあ大学に入るまではいろんなスポーツをされていて、はい、日体大に入られた後でレスリングっていう感じで集中、うん、まあレスリングするために日体大選んだわけです、はい、ああそういうことなんですね、はい、でも小さい時から結構こうスポーツ少年だったわけですか。そうそうそう、うん、もう泳いだりで相撲が好きだったですしね、はいはい、もう子供の頃から何かあったら夏は相撲取ったり泳いだり、はいはい、だから今でもねしっかりがっちりした体型でいらっしゃいますけど、はい、もう70歳ですから。70になられたということですが、はい、いや、まあはい、今月なるんです。今月なんですね、はい、じゃあそのオリンピックっていうのはいつぐらいから行ってみたい、参加したいというふうに思ってらっしゃったんですか。やっぱり東京オリンピックですね。うん、今回また新しい東京オリンピックがありますけれど、はい、1964年のね、64年、はい、東京オリンピック、はい、やっぱり強烈だったですね。なるほど、64年は、岡田監督は何歳ぐらいでした。中学2年生ですからね、はいはい、14、15歳。そうですね、14、15歳ですね。でその時からもうオリンピックに出たいっていう憧れを持ってらっしゃったんですか。いや、そこまではいかないですね、うん、わ、すごいなと。すごいな、はい、レスリング5つの金メダルね、ゴールドメダルが出た、ね、はい、はい、結構刺激を受けたと。あ、刺激受けましたね。うん、で、まあ、日体大に入られて、そしてそこでレスリングを真剣に始め、はい、自分も競技者として世界的に参加したいと思われて、はい、もちろんもちろん、はい、でミュンヘンはその3位になられてしまったということですが、その後モントリオールのオリンピックももう76年、はい、
予選に出るために日本に一度帰国しましたね。はい、帰国というのは今その時はもう南米に行ってらっしゃったということですか。はい、あ、はいはいはい、僕は73年の、はい、10月28日から南米コロンビアに行きました。はい、南米コロンビアに行きましたって簡単におっしゃいますけど、もちろん恩師の方がいらっしゃったと思うんですけど、言葉の問題とか文化の違いの問題とかっていろいろあったんじゃないでしょうか。もう全く知らないですからね。全く知らない状態で、はい、コロンビアがどこにあるのかも知らない。あ、地図を見てもどこにあるかよくわからない。よく僕はアフリカの方にあるのかなみたいな。アフリカ、南米ではなくてアフリカと思っていた。で、ね、行った状態はどうだったんですか。初めて行かれて、もちろんその恩師の方がいらっしゃったというのはあったと思いますけど、はい、恩師の花原先生が、はい、南米に行くかっていうことになる。はい、僕もじゃあはい行きます、素直にアフリカかなと思いながら、はい、いろいろそのね、はい、高校の教師になる道もあったし、いろいろあったんです。はいはい、で自分の父はやっぱり次のモントリオール目指して頑張ってほしいというような、はい、じゃあお父様も結構こう 励ますタイプ方だったんですね。うん、まあ何も言わない親父だったですけどね。はい、うん、でもああ言ってほしいんだなと。はい、でじゃあ南米に着きました。うん、はい、何歳の時にいらっしゃったんですか。24歳ですかね。じゃあまだ独身でいらっしゃったんですね。はい、はい、で行って最初の印象というか どんな感じでした。南米のレスラーたちは、もうコロンビアっていうところは日本の大体、はい、4倍弱の国土なんですよ。はい、あ、そんなにいるんですね。で人口が3000万弱。あ、じゃあもうこういっぱいこう土地があるっていう感じですかね。もう土地があるって、だだ広いね、はい、中にポツンと飛行場があって、はい、そこに降りてった感じですね。はい、で、まあ、先生がいらっしゃったんでしょうけれど、恩師の花原先生が、うん、で最初にそのオリンピアンを渡ようとかって思って始めたんですか。いえいえ、僕は最初、あ、いいとこだなと、いいとこだなと。ああ、まあ、2年して、はい、やっぱりもう一回カナダのモントリオールのオリンピック、はい、76年に出たいなと思い、うんうん、自分が競技者として出たいと、はいはい、競技者としてね、はい、で、帰国 一時帰国しました。あ、はい、でもやはりその若手が育っててね、はい、わあすごいなと思ってて、日本でという意味ですね。日本で帰ったらもうね、はいはい、若い後輩がすごく強い子が数人育ってましたね。はいはい、なるほど、ちょっと浦島太郎的な感じがされたんでしょうか。で、じゃあそこで、まあ、モントリオールは、もう諦められた、はい、でコロンビアに帰った。もう一回、うん、でその時のこうなんか意欲っていうのはあったんですか。こういうことを、意欲っていうのはね、はい、コロンビアに将来住みたいなっていうのは、こうハワイと同じ気候なんですよ。あ、そうなんですね。うん、はい、で私のいたカリっていうところは、カリ、はい、はい、カリシティっていうことは全くここのヌアヌのホノルルと同じような海がないだけで。なるほど、あの、はい、海がなくてもハワイに似たところに住みたい方は気候コロンビアの狩りをちょっと考えてください。そうですね、気候は同じだそうです。はい、同じですね。はい、でそこでじゃあ、ちょっと新聞を見せていただいたんですけれど、その大人ではなくて子どもたちから養成していこうと思われたと。うん、それはある人との出会いですね。はい、僕はそれまで ずっとそのコロンビアに住もうと思ってたので、はい、ディスコ を買って、ディスコ、はい、ディスコってこのディスコですか。そうそう、マハラジャみたいなね、日本でいう、はい、でかいディスコ、はい、今のそうですね、52席10人掛けのシートが、はい、52席もあるようなでっかいディスコを持ってたんで、はい、あ、ディスコを経営されていた。そうなんですよ、日体大学のオリンピック競技を目指していた方はディスコもやっていた。レスリングも、ね、はい、その頃、その1974年か5年のね、はい、3年毎日に、はい、海外で活躍する若く日本人とかっていうので、
このディスコの経営とかレストランで乗っかったことあるんですよ、はあ、マルチですね岡田監督は、はい、でもそこの時に、うん、その太田哲三先生っていうのとね太田先生、まあ、顕微鏡の先生なんですけど、はいはいはい、その人にお会いして、はい、真剣にレスリングを教えてるかっつってね、はい、この太田先生もコロンビアに住んでらっしゃった、はい、それディスコで会っちゃったんですか。そうなんです、はい、ディスコで会った太田先生に私のディスコに訪ねてこられて、はい、おそらく全部ね、うん、調べてから訪ねてこられたんだと思うんですけど、なるほど、で、はい、真剣にレスリングだけを教えたらどうかっていうので、もう僕ももうお酒飲んだりカジノ行ったりいろんなことするのにもう飽きてましたのでね。なるほど、結構若い時にやるべきことをやってしまった。もうそうですね、はい、この太田先生という方もレスリングの競技の方ですか、はい、いや全く関係ないです。ただあの天理教の先生なんです。天理教の先生でいらっしゃった、はいはいはい、でその人にそういう真剣に質問をされてしまって、はい、お酒ももうカジノもいいやと、もうね、はい、でよしやってみようかと思ってね、うん、でもう お店を手放して、はい、その頃やっぱりお店を手に入れるのに4万5000ドルぐらいかかったんですよね、はい、でその頃は280円ぐらいだったんですかね、まだね、はい、でチェイスマンハッタンという銀行を通して、はいはい、パナマ経由、はい、コロンビアにお金が届くまでに1ヶ月半ぐらいかかったんですね。あ、なんか船で来る感じですねお金がねそうなんです。なるほど、じゃあカジノを手放されて真剣に、カジノじゃなくてディスコ、ね、ディスコごめんなさい、はい、真剣に、レスリングだけを教えていこうとここで決心したわけですね、うん、そうなんですよ。だからその先生にお会いしなかったら、うん、はい、ないですね。なるほど、じゃあその天理教にあったということとレスリングに集中というところが監督に集中するというのがこうマッチしたという感じなんでしょうか。 そうですね、うん、その時からその、はい、じゃあ小さい子供から教えようということで、小さい子供から、はい、何歳ぐらいを持って小さい子供と、だいたい8歳から10歳ですね。8歳ぐらいの子からレスリングを始められるんですか、はい、やっぱ男の子だけですか。そうです、今は女の子もね、うん、やってますけどね。当時は男子しかなかったんです。うん、でその子たちはどうやって集めたんですか。もう貧民窟がありましたからね、コロンビアには。貧民窟だった、はい、その辺の子はほら貧しいから、はい、家に連れてきて食事取らして学校を連れて行ったりしたらもうずっと懐くんですよ。なるほどなるほど、なんかちょっと裸で走り回ってる子たちですかね。そうそうそう、はい、そういう子がね多いんですよ。そのお話の続きをですね、ちょっとお休みをいただいた後にお話し続けさせていただきたいと思います。We are going to take a short break here and we'll be right back. Stay tuned. Hey, aloha everyone and welcome to the ThinkTech Hawaii studio. My name is Andrew Lanning. I'm the host of Security Matters Hawaii. We air here every Tuesday at 10 a.m. Hawaii time, trying to bring you issues about security that you may not know, issues that can protect your family, protect yourself, protect our community, protect our companies, the folks we work with. Please join us and hope you can maybe get a little different perspective on how to live a little safer. Aloha. Aloha, I'm Melly James, host of Let's Mana Up. Tuesdays, every other Tuesday, from 11 to 11:30. This show is meant to dive into stories of local product entrepreneurs and how they're growing their companies from right here in Hawaii. I'm so thrilledto have our show kicked off. And so please join us on Tuesdays at 11 o'clock as we talk to local entrepreneurs and hear their stories. We're back from break. I'm Yukari Kunisue, your host. This is Konnichiwa Hawaii, talking with Norio Okada, wrestling coach in the studio today.ライブでお届けしております。Think Tech Hawaii の日本語番組、こんにちは、ハワイ。今日は元オリンピックレスリングのコーチ、岡田紀夫監督にお話を伺っています。それでは引き続きよろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。はい、We are going to show the picture here. 写真をちょっと見せていただきます。
これはなんかすごくういういし。これは最初にあの国際大会にね、はい、出た時のユニフォームですね。これ日本大会大学ですか？いやいや日本中、はい、で背中はジャパンなんですけど、はい、ジャパンと日本中、これが、はい、あのナショナルチームの、ね、ユニフォームだった。なるほど。18歳ぐらいですかね。いやいや、もう21歳。21歳、はい、はい、じゃあ大学生ですね。はい、で、Let's show、the second one。はい、これは、これはどなたですか？千代の富士関ね、ここの親方。はい。はいはい、これはじゃあ、お相撲、相撲取りの方たちですね。後ろにいるのは大山くんで、後輩なんですよ、レスリングの私の日体大のね、はい。はい、なるほど。で、卒業してから、OB 会長がありましてね、はいはい、レスリングの、はい、私ずっと幹事長してましたんで、なるほど、そういう関係でね、なるほど、はい、親しくなって、はいはい、じゃあお相撲もレスリングもちょっとこう、うん、いや関係なんですか？相撲好きですからね。好き、あ、なるほどね、若い時からそうでしたもんね。Okay, can you show the last picture? はい、これは見たことがある方ですね。アントニオ猪木さん、はい、横のすぐ横にいるのは白石俊二という先輩で、今、はい、日体大の女子レスリングの監督してますね。なるほど。で、そのトライリーは今現在の日本レスリング協会の会長。うん、やはりこれはプロレスラーですね。ですよね。うん、で、猪木さんはね、もう国会議員ですから。はあ、そうですよね。はい。じゃあちょっとあの先ほどのお話に戻りますけれど、ヒンミンクスの子供たち8歳ぐらいの子に食べ物をあげて、集めてきて、そうですね、でやろうっていうことで、なんかこうなんか道場みたいなのがあったわけですか？体育館みたいな。もともといい体育館がねありましたので、仮に、はいはい、でそこで教えてました。何人ぐらい集めたんですか？多い時はもう二十数名おりましたね。でなんかお月謝みたいなのは払うんですか？いやいや、もちろん払った。僕はコロンビアで契約して給料もらってますからね。あ、でそこから自腹を切って食べさせたり。物価安いですからコロンビアは。なるほど。日本の20分の1ですかね、当時。当時はね、はい、はい、で。その子たちがだん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 と育っていったわけですよね。そうなんです。で どのぐらいこのオリンピックに、その中で一人ね、はいはい、アルベイロ・ガルシアっていう子供が、はいはい、カデッチのワールド世界選手権で優勝したんですよ、はい、スウェーデンのストックホルムの大会で。コロンビアからスウェーデンまで行った、はいはい、でその時にコロンビア国内のスポーツではボクサーがね、はい、キッド・パンペレーっていうボクサーが世界チャンピオンいたんですけど、はい、彼がタイトルを失ってスポーツ界ゼロになったんです、世界チャンピオンが、はいはい、誰もいなくなってしまった。でその時に、はい、この僕の子供が世界チャンピオンになったので大騒ぎ、はい、お弟子さんが華々しい舞台に出たと、はい、子供の大会だけど大騒ぎなんですよ。なるほど。ハワイでもベースボールチャンピオンになるとすごいでしょ。そうですよね、地元はね、沸きますよね。だからコロンビアではね、はい、でその時に僕はそのビザでイングレソっていう、国に再入国ビザっていうのを申請しないで出たんで、はいはい、入れないんですよ、はい、本当はね、はいはい、ところがコロンビアの外務省が飛行場まで迎えに来てくれて、さすがですね。その時はね、国賓級になってしまった。消防車、はい、消防車消防車でね、南米はものすごいイベントで成果を出したら、はい、飛行場に消防車が迎えに来るんです。こうリリリリンっていう感じなんですね。そうそう、もうね、はい、うん、そんな感じで。なるほど。嬉しかったですね。でその子どもたちがソウルに行くまでには何年ぐらいの、はい、まあ、修行というか訓練というかをされたんですか？12、3 年しましたね。12、3年、はい、でそれを、まあ、10年ぐらいしましたね。自腹でこう、うん、途中からその世界チャンピオンが出てからは国が、うん、コロンビアの国が全て、うん、なるほど、国のね、何万人、チケットから何から宿泊から出すようになりましたけどね、はいはい、でも岡田さん最初に行かれた時にスペイン語ができなかったんですよね。まあ全くゼロです。でどうやってそのコミュニケートをしたんですか？まあレスラーとか友達ですね、はいはい、一番はやっぱりガールフレンドですよね。ガールフレンド、はい、ガールフレンドいいですね、はい、ガールフレンドが、ね、はい、教えてくれる、ね、なるほど。で、なんとかこう通じて教えるコーチをすることができる、はい、そのソウルに行かれた時ですね、うん、行くことになった、行かれた、もうすごく華々しい、時だったと思うんですが、その時のお気持ちっていうのはまだ覚えてますか？ソウルオリンピックに行くためには要するに
パンアメリカンのゾーンね、はい、カナダからアルゼンチンまでのゾーンで3位以内に入らないといけないわけですよ、はい、あ予選があるわけですよね、はいはい、で3位以内にねなかなか入れないですよ、うん、アメリカとキューバがおりますしね、なるほど、キューバも強いんですね、強いです、はいはいはい、でカナダも強いです、はい、メキシコもありますしね、はい、でもあのちっちゃい時から、はい、あの世界的な大会に連れて出てるので、はい、もう彼らはね落ち着いてるんです、うん、ビビんない、ビビらないすごいですね、すごいです、はい、もう日本の子供と会ってもビビらないし、はい、うん、それはやはりその岡田さんが自分が日本で培ってきたレスリングの精神っていうんですかね、うん、ご自分が受けた教育っていうか訓練を伝えることができた、その成果なんでしょうか。あ、まあ、それはありますね、うん、あのソウルに行かれた時の気持ちってのさっきお聞きしたんですけど、どんな気持ち今覚えてらっしゃいますか。いやもうね、あオリンピックにね、うん、舞台に、はい、入場行進できるな、はい、もちろん監督も一緒に出るわけです、はい、じゃあコロンビアの旗持って、いやいや、あの団体の中のね、はい、中にうずまってます、ね、レスリング以外でも他の競技がありますから、はい、でもそこを歩いていくわけですね、はい、だずっとね、はい、待ち時間が長いんですよね、はい、でもその時の興奮っていうのはちょっと覚えてらっしゃいますか。いろんな有名な選手ね、アルゼンチンなんかテニスで女の子のサバチーニっていうか、はい、でかいよ、180ぐらいのね、はい、もいたし、はい、いろんな選手、あ、彼もいるな、あれもいるな、なんて思いながらね、その晴れの舞台に出て、うん、結果的にはあのどういった成果だったんですか。いや、まあ、参加することに意義があるって言いますけど ね全部で3回勝っただけかな。ああ、でもね、出ることに意義があるのがオリンピックですもんね。 はい、その今お子さんたち、まあ、2歳ぐらいで出たんですか。はい、どの4人出て、はい、1人は、はい、亡くなりました。亡くなられてしまった、もう、はい、はい、他の方はやはりレスリングのような、最初にオリンピックじゃなくて世界チャンピオンになったアルベイロ・ガルシアも亡くなって、はい、はい、世界チャンピオンになった子は2人亡くなりましたね。はあ、で他の方はまだ今はコーチしてます。あ、コーチになってらっしゃる、はい、なるほど、私の後のコーチを、うん、はい、はい、続けてらっしゃるんですね、はい、その人たちは。ビクトル・ウォ・カパチョっていう子が今、はい、コーチをしてて、はい、女の子を育てて、うん、2回連続して銅メダル、オリンピックで。ああ、じゃあ脈々とこの伝統が続いてるわけですね。もうコロンビアのレスリングのコーチは全部教え子ですから。ああ、そうですか。もう一番最初に始められたのが岡田監督ということですよね。花原先生がいらっしゃって、はい、土壌を作られて、そこで、はい、まあ、十何年いらっしゃったんですか。15年もいた。はい、でもその育っている種を植えた後の育っているっていうのはとても嬉しいですね。あ、嬉しいですね。ね、うん、はい、でその後ですね、コロンビアから日本に帰られて、うん、今ハワイにいらっしゃるというのはどういう経過で。ハワイで、うん、あの今のレナさんとね、はい、結婚したんです。奥様です、はいはい、奥様、あの今スタジオに来ていただいていますけれど、はい、レナさんと結婚された。レナと、はい、あのハワイの伝道町というところで、はい、式を挙げまして、はい、でレナも、はい、コロンビアに6年。あ、レナさんもコロンビアにいらっしゃった方、はい、で元々じゃあハワイの方ですか。レナは東京生まれ。東京生まれ、はい、じゃあなんでハワイになっちゃったんですか。いや、小さい時にお父さんと一緒にね、はい、お父さんとお母さんと一緒に船でハワイに来た、はい、レナさんは、はい、あ、奥様は小さい時にハワイに船で来たと。船で、当時はね、はい、はい、あ、もうレナも68ですかね、はい、暴露してますけどね、奥様の年は。じゃあハワイにいらっしゃったのは日本に何年か住まわれてからこちらにいらっしゃったということですよね。ソウルオリンピックが終わって、うん、日本、あの新しいハイスクールができると、天理に、はいはい、親里高校って言うんですけど、はい、そこの先生をしなさいってことを言われまして、はいはい、天理系の高校 で天理教団の中にある高校 で教えられた、はいはい、でそこでまたあの21年間。あ、じゃあ日本にずっといらっしゃって、はいはい、でハワイに来ることになったのはどういう、まあ、もうハワイで住みたいってずっと思ってた。あ、そうだったんですか、はい、彼にいる頃から。
でもないですか。大学の頃から。大学の頃から。と、はい、いうことは岡田さんはその小さい時からオリンピックに出たいという夢を実現し、大学の頃からハワイに住みたいという夢を実現しちゃうんですね。そうなんです、うん、思ったことは実現し、まあ、そうなっちゃったんですよね。なっちゃったんですか、うん、でもそう思ったから実現したんじゃないですかね。はい。そのアメリカのサンディエゴであった国際大会の帰りにハワイに寄ったんです、はい、1971年、はいはい、その時に、慶応日吉の慶応高校のね、はい、生徒たちが、はい、修学旅行でハワイに来てました。あ、うわ、高校生がハワイに来るんかと思って、はいはい、その当時ですからね、まあ、慶応ですから。でもその頃はもう、はい、あ、将来ここに住まないじゃ日本語も通じるし、なるほど。じゃあ今天理でお仕事をされていらっしゃるということですね。そうですね。ちょっとあの天理のことは、あのホノルルに住んでらっしゃる方は天理文庫っていうのはあの聞いたことが、またはあのご利用になっている方が多いと思うんですけど、知らない方のためにですね、ちょっと簡単に、はい、天理文庫についてご説明いただいていいですか。はい、ね、ヌアノアベニューの、はい、2236ですね、はい、住所が、はい、2236、はい、ね、ライブラリーと、はい、あの柔道場があるんです。あ、柔道場があるんですね、はい、で僕はもう一切あの見てません、柔道とかレスリングはね、はいはい、でライブラリーの方で、はい、あの図書館の方で、はいはい、あの師匠を、はい、レナと2人でやってます、はい、なるほど。皆さん、はい、あの私も実は、天理文庫の大ファンでよく利用させていただいているんですが、年間20ドルぐらいでしたかしら、会員費を払えば。会員料最初だけね20ドル で、はい、年間10ドル、10ドルで、日本の方があのかなりの大きなあの文庫がありますので、ご利用いただける、ということで、私も利用させていただきます。もしあのまだ知らない方はぜひ、岡田監督がいますので、奥様もレナさんもいらっしゃいますので、ご利用になったらいいかと思います。はい、はい、どうも、はい、今日はあのじゃあ本当に面白いお話をありがとうございました。はい、Thank you very much for Coach Okada, and it's about time. We are going to stayand introduce more shows in Japanese. And thank you for watching ThinkTech Hawaii. I'm Yukari Kunise. See you next time.